奄美パークは奄美市にある奄美群島の観光拠点施設である。2001年9月30日に旧奄美空港跡地にて開園された。設置者は鹿児島県である。入園者数は2016年1月に200万人を達成した。園内は奄美の里と田中一村記念美術館に分かれている。園内の入場は 無料であり、有料ゾーンを観覧する際にチケットを購入する。奄美の里には、総合展示ホール、奄美シアター、アイランドインフォメーションがあり、総合展示ホール、奄美シアターは、有料、アイランドインフォメーションは無料である。屋内イベント広場では、島唄その他の様々なジャンルのグループによるライブや公演が行われており、そのほとんどが入場無料である。 田中一村記念美術館。田中一村記念美術館は、1958年から1977年、死去まで天海で暮らしていた画家の田中一村の作品の、うち約450点ほどを所蔵し、約80点ほどずつ、年4回入れ替えで展示している。田中一村の作品を展示している常設展示室は、有料である。その他の、ガイダンス室、図書資料室、 企画展示室は無料である。また、企画展示室では、美ゆかりの画家の他様々な作家の作品を展示した企画展も随時行われている。住所アクセス、奄美パーク公式サイト、ありがとうございます。